はい、こんにちは。こんにちは。まあ、今回からはね、今回ちょっと新たな企画というようなところで、今の女満別空港の方にいるんですけども、1月29日から、販売される商品のね、今日はあの旅行会社の商品を実際に回っていこうというようなところでね、女満別空港来てます。やっぱり冬といえばね、何ですか、観光の流氷。流氷ね、流氷ですからね。なんで今日はまあそのコースをね、今1月の中旬なんですけども、まああのまあ実際にバス走ってないんであれなんですが、まあ車でね、まあそういったルートを回っていこうというようなところで思っております。2泊3日のコースですね。北見1泊、網走1泊みたいなねところでね、今日はぐるっと今回は回っていきたいというふうに思ってますんで、よろしくお願いいたします。今日は北見の方に行ってみたいと思いますんでね、じゃあ、 このまま北見の方に向かいます。はい、北見に到着しました。やっぱりね、海鮮もいいんですけど、やっぱ肉も食べたいなっていう人もいるんで、リーズナブルに食べれるようにこちらあるんですよ。お、ミートクーポン、これホテルで買えるんで、北見の観光協会で見ていただければリーズナブルに食べれるクーポンとなってますんでね、こちらの方を使って食べていきたいと思います。まあ、北見ね、なんで焼肉かっていうと、駅の近くにね、まあ、家畜のそういったものがあって、でそこでなんかずっと肉食べてたんだけど、内臓系もね食べれるんじゃないのかみたいな感じでなってて、でそこでなんかホルモンっていうのがすごい有名になったというようなところで、めちゃめちゃ店ありますから、今日はねそのうちの一軒行ってみたいと思います。じゃあ早速行きましょう。今日はね、味覚園銀座店さんというところで、こちらの方でなんと90分だよね、食べ放題飲み放題の特別メニューあるということで、早速こちらの方を使って行ってみたいと思います。こちらがミートクーポンで食べれる肉の全種類となっております。で結構ある肉の種類、この肉の種類はね、後ほど今ここにバーンって来てるはずなんでね、ここで見てください、ね、でなんとこれ牛サガリと牛カルビはなんかお通しでついてるらしいです。ですのでこれはちょっとおかわり食べ放題、おかわりできないんですけども、まあついてるというようなところなんで、これも一緒に食べていきましょう。そのところからいただきます。あ、ジューシー、ジューシー、ジューシー、ね、あ、うん、あ、本当うまいね。うまいね、本当うまい。いや、完食しましたね、本当にね。でも2200円でさね、なんか食べ放題でさ、ね、このクオリティってさ、うん、すごいいいと思います。食べ放題のお肉じゃなかった。いや、そうだね、食べ放題だけじゃないよね。じゃあぜひここはね、2200円でね、こうやってねプラス500円でなんか生ビールも作れるらしいので、とてもリーズナブルなところなんでね、こういったところも、まあ、旅行で来てもらったら、まあ、北見の食文化っていうのも一つ分かるんじゃないかなと思います。ございます。おはようございます。今日は2日目ということでね、行ってみましょう。まあ、今日はね、エクスプレスバスというのにね乗って、北見から阿寒湖、摩周湖経由、美幌峠経由、網走までとなってます、はい、で朝ねちょっとね北見から行くと若干早いんですけど、4時45分、ね、このね北見駅の南口かなのねところに、まあ、バス停こうやって北海道バスとかってあるんでね、ここから乗っていくことになります。まだエクスプレスバス1月の29日からなんでね、今回はちょっと車でねそのルート実際に回っていきたいと思います。じゃあ行ってみましょう。はい、11時5分にね、阿寒湖の方にこのバス到着します。ちょっとこう折れちゃってんで、もうこうやって持ってます。臨時というとこですね。だいたい阿寒湖の中心部ぐらいにこう折れることができますんで、まあ12時45分までの時間なんで、そうですね、まあ食事したりとか、多分もしかしたら入れる人だったら、日帰り温泉
もういけるんじゃないかなとは思います。まあ、この時期になるとちょっとね向こうの方でワカサギ釣りとかねスノーモビルとかもいろいろやってるんで、まあ、ご飯食べながら食べた後にそういった遊びもできるのかなと思いますんで、まあ、12時45分まで、ね、おのおの各自楽しんでいただけたらなと思います。私たちはねちょっとこのまま食事の方に行きたいと思います。今回のね旅の一つのテーマでもある、まあ、地場のものをいっぱい食べようというようなところもあったんで、こちら地場のものを食べれるね、はい、ワカサギところをねこちらの方入っていきたいと思います。名前はナベキューさんというお店ですね。はい、バス降りてすぐのところにありますから。あかんこで食事昼食ということでね、ぜひこちらの方ではあかんこといえばワカサギ、マリモじゃないんかいみたいな感じだけどね、ワカサギでもあるんでね。じゃあねここでもねナベキューさんではね、ワカサギ天丼これ見てください。これめちゃめちゃやばくないこれボリューム、ね、高さもすごいやって、ね、こういったねワカサギ天丼ありますんで、まあ、そういったものあの地場のもの食べてで、まあ、次の目的地へね行くっていうのも、まあ、このバスの一つの魅力なのかなというふうに思いますんで、早速食べていきたいと思います。すごいね量ね、なんと12センチ15センチある。15センチありますね。出た。じゃあ上からいただきます。うん、うん、タレが美味しいね。やっぱうまい。ワカサギ天丼美味しいです。甘い甘いタレもちょうどいい。うん、うん、私はとじそばです。そう、あとねここねそばもね、はい、すごい美味しいんで、ぜひあの天ぷらとかね天丼食べた後になんとここの用事がドゥン発火用事となってるんで、これで、まあ、あの口の中をねすっきりさせるっていうのも一つの、うん、発火。12時45分から次の目的地の摩周湖までがだいたい1時間ぐらいかかるんで、まあ、あの中央にあるね乗り場からもちょっと近いこのねマリム館でお手洗い等々を済ませてからまあバスに乗り込んでもらうっていうようなことがいいのかなというふうに思いますね。じゃあ時間になりましたので次の摩周湖の方に行きたいと思います。14時に摩周湖到着となってて、ここから30分間が休憩と。30分あればね摩周湖はもう十分に見れると思うんで、今日ねほら素晴らしい摩周湖、素晴らしいな摩周湖、素晴らしい、何も見えない。はい、じゃあねこちらで過ごして14時半に出発というようなことになってます。いい音が見えますね。はい、はい、こちら砂湯の方に到着となります。こちらではですね15時20分から、15時35分までのね15分の、休憩となっております、ね、こう後ろにねこれね白鳥皆さん見えますよね。ぜひこちらでこういうの見ていただけたら幸いです。雪が痛い。はい、美幌峠の到着となります、こちらはですね16時15分から16時45分までの30分間、時間ありますので、こちらのね奥の方に展望台ございますんで、展望台も行けるというようなとこになってます。はい、こんな天候なんでちょっと、行けませんので、今日はここでちょっとね終わりにしたいなというふうに思います。雪が痛い。はい、ということで網走到着です。18時今ちょっと過ぎですねに網走到着しました。でここね網走駅なんですけど、ちょっと若干ね離れてる場所になります。某
牛丼屋さんがね、あのところの近くになってますんで、予約してるホテルによってはちょっと遠いんで、まあ、タクシー使うとか、なんかした方がもしかしたら冬はいいかもしれません。今日の夕食はね、網走で、おでんさんというところです。こちらではね、今日の今回の旅の目的でもある地元のものをね、なるべく多く食べようというようなところで、地元網走で上がった四季折々の食と、ね、いうものがこちらの方でご提供されているというようなことです。なおこちらのお店ですね、完全予約制になってます。でメニューもございませんので、ご予算の方をね、予約時にお伝えすれば、それに応じた四季のものが出てくるというようなお店になっているんで、ディープな網走を知りたいなという方にはちょうどいいお店になっているというふうに自分の中では感じておりますので、私も初めてなんでね、中の方に入っていきたいと思います。はい、では行きましょう。はい、地元の魚もね、入ってのお刺身お作りと、あとこちらの方が、クジラですね。ね、やっぱり網走はクジラなんで、まあクジラベーコンとか、ね、網走といえばね、やっぱりねクジラなんで、これクジラベーコン。自家製。あ、うん、すごい。油が甘い。すごいうまい。うまい。ですね。うまいうまいうまい。網走といえばやっぱりこれ、これね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 、皆さんこれでいいっしょ。網走といえばね、はい、キンキ。あー、うん、とろけるね、うん、口の中で、ね、美味しいとしか形容しようがない。美味しい、とてつもなく美味しい。網走、うん、で作ってる鶏もうまいね、めちゃめちゃね、うん、鶏美味しい。はい、おはようございます。おはようございます。ね、網走最終日の3日目となってます。やっぱりね、冬の観光といえば流氷でもあるんでね、オーロラに乗って流氷観光を楽しん でそこから空港に向かうっていうのもありなのかなというふうに思っております。まあ、最後女満別空港から帰るときに寄っていただいて、ね、もう食べていただければ。ここはね、スタンディングの寿司バーなんで、うん、基本立って食べますね。うん、もろ、空港にはちょうどいいかなと思います。ね、のつけさん、お台東のホタテでございます。のつけだよ、のつけ。めっちゃでかくないこれ。プリップリ、超熱いこれ。いただきます。網走の釣りキンキ、キンキですね。はい、出ました、キンキ。そのまま食べて。ありがとうございます。はい、マダラの白子です。はい。タチ。旬なんでめちゃめちゃプリプリしてる。タチはだいたいもう本当今ですね。今だよ。はい。しか味わえないかもしれない。最後に、最後の最後にまたね、オホーツクのサチでこう締めていただいて、まあ疲労に疲れるっていうのをおすすめしたいというふうに思います。はい、というようなところで、ね、こちらの方でね、もう最後終了となってますけども、地場なものを食べれるというようなところでね、地場なものが美味しかったね。美味しかったです。焼肉から始まってね、で最後寿司みたいなね、いやもう本当にいい工程なのかなというふうに思いますんで、ぜひね2月の流氷シーズンにこちらの方に来ていただけたら私たちにとっても幸いとなっておりますので、ぜひお越しください。はい、こちらの方のね、工程を回る商品だったんですけども、ホテルと空港から北見のバスと昨日乗ったバスと網走から女満別空港のバスと各日のホテルですねがついた商品となっておりますので、そちらの方ちょっとね詳細の方を確認いただけたらなというふうに思います。ではこちらで終了となります。ではありがとうございました。ありがとうございました。